箱、峰さゆり学園中学校、高等学校は、神奈川県足柄下郡箱根町郷羅にある私立、中学校、高等学校、カトリックのミッションスクールで、中高一貫校である。箱霊とは、かつての箱根の別名で、今ではほとんど使用されることはないが、箱根駅伝の中継ポイントとされている、箱霊道門などにその名残が見られる。太平洋戦争末期、 東京、九段の白百合高等女学校及び、付属初等科は戦火を避けるために、神奈川県箱根町合羅に疎開して、教育活動を続けていたが、その戦時疎開学園が、戦後の学生改革により、本校から独立して、新生の学校となったものである。このような歴史的経緯のために、白百合学園中学校、高等学校をはじめとする各地の白百合学園とは、 シャルトル・セイパウロ修道所会を母体とすることでは共通であり、各校は精神的にも教育実践上においても関係が極めて強い。校訓として従順、勤勉、愛徳の精神を掲げている。箱根町合楽のキャンパス内は中学校、高等学校のみならず幼稚園、小学校も互いに近接する存在なので、本節ではそれらについても、 若干触れている。1944年に入ると太平洋戦争は緊迫さを増し、本土への空襲も必死と考えられるようになった。東京球団の学校でも児童、生徒やスールたちの疎開を考える必要に迫られた。幸い、神奈川県が横浜の新小安にあった白百合学園の土地の購入を希望していたためその売却で資金ができ、 在校生の保護者の口添えで、箱根ゴーラにあった、球団尺別荘と支援者の土地約300坪を購入した。当時シャルトル聖パウロ修道、除海日本館区長であった、メールアンジュマリア他の外国人スールたちがその年3月に、ゴーラに疎開し、購入した別荘や住居を利用して、急増の修道院と、教室、生徒たちの寄宿舎が開かれた。 この急増の戦時疎開施設は、当局の指導により、1944年5月1日に、白百合高等女学校付属書等課分、教場として認可された。そして5月1日から、児童、生徒の疎開が開始された。強来の疎開児童は、約20名、総勢50名ほどであったが、収容しきれない児童は、山梨県甲府市の英和女子学院の寄宿舎などに、 分散して疎開した。別荘での寄宿生活が始まるが、食料を不足は深刻であり、燃料の焚き木も生徒が山から背負ってくるような状況で、もじ差を抱える生徒たちの食事の心配などで、スールたちの苦労も並大抵ではなかった。1945年、東京空襲により球団の本校の校舎が全焼。強羅に疎開していた児童、生徒、スールたちは、 現地で8月15日の終戦を迎えた。服装等の身だしなみは、清潔でカビにならないように心がけ、等学園の生徒としての品位を保つよう注意しなければならないとされている。制服その他学校で着用するものは、学校指定のものに限られており、規定の型を変更することなく着用することと定められている。マフラー、セーター、手袋、傘、カバン類、 袋類などに至るまですべて学校規定のものを使用しなければならない。頭髪は学生らしく簡素に整え、パーマ、カール、カラーリングなどは当然禁止で、髪が襟についたら結び、前髪は眉毛を超えないこととされているなど、服装等については極めて厳格である。遠距離通学者が多く、片道2時間以上の生徒も多い。東京都や静岡県から通学する生徒もいる。 寄宿者もあるが、大半の生徒は自宅からの通学である。スールとは、修道上意味するフランス語で、英語のシスターに相当。白百合学園はその羊からか学園内では、フランス語系の言葉が使われる例が多い。ありがとうございます。